今日はまだ。僕は言うてます最初に。あの宝塚新聞社。新聞社。新聞社です。何でもやねんか。分からんもん。塾屋とか新聞社とか。はい、授業やってますけど。新聞社。オッケーオッケー。YouTube です。はい、オッケー。はい、じゃあ今日も行きましょう。はい。はい、スタートします。はい。次のテーマですけど。うん、ボタンさんは。前回の引き継ぎ行くのかじゃあ。はい、どうぞ。今日はジャスト10分で終わる、はいはい、前回の質問、習慣ということで、うん、いろいろあの朝早く起きるということが、3時ね、はいはい、うん、ありましたけども、うん、まあ、健康も大事だと思うんですよね。健康な健康の、うん、で習慣の中で健康に関してとか運動的にとか、うん、そういったことを取り入れて、うん、それとどんなことだ、何習慣で運動、うん、あら自分がテニス好きで運動好きやから俺になんかこうイチャモつけよう思って、いやいや、そんなこと、まあ、テニス好きで週に3回やってますけど OK、 はい、じゃあ行きましょう。あのね、最近ほんと運動しないのよ。お運動っていうのいわゆるだからエクササイズよ。なるほど、そうそう、うん、例えばあの過去はやってたよ、もう10年ほどぐらい前には、うん、自宅してるでしょ、これでしょ、これですか、いや、いえ山手、はい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 、うん、あそこの坂道ね、はい、あれをこうジョギングじゃないと、はい、もう坂ダッシュとか、はい、こうスクワットとかそれやりすぎや、まあまあ、はい、じゃあやりすぎが好きなの、やりすぎが好きじゃ、いじめるのが大好きやから自分を、はいはい、やってたわけやから、はいはい、10年ぐらい前まで、はい、あ大丈夫本当にっていうぐらいもう、うん、腰も足腰もパンパンになって、うん、もうムキムキってなるやっとったんやけど、はいはい、最近本当やってないのよ、うん、でこれ言われんだよ、うん、あの綺麗な奥さんにもな、やらないとダメやから、はいはいはい、でもすごい俺よく動いてんだよ、歩くジョギング、あのウォーキングな、お何してるかっていうと掃除、掃除、どこの掃除ですか、家の掃除、お、それは皆さん喜びますもん、そうそう、あのあと医療機関の掃除も、掃除やとかピカピカでしょ、ピカピカですね、すごいやろ、いや、すごいぞ、ピカピカやろ、ピカピカ、2人ぐらい綺麗やろ、はい、掃除好きなの、掃除で1日俺多分4万歩近くあるけど、4万歩計つけてないか分からんかけど、おまあ平均8000ぐらいよね、まあ掃除でものすごく動いてるからそれでもエクササイズになってるね、うん、でこれ実や、例えばあのあそこだったら医療だとお客さんめっちゃ喜ぶわけよ、喜びますよね、おトイレ化粧室1人入ったら俺掃除するから、だから多い時俺1日30回ぐらい掃除するんだよ、なるほど、おトイレだけでもトイレは、ね、30回きれいにするのはねいいみたいですね、うん、いやいやいや得になるわけよ、いやさ、それは、うん、それがきれいにな得になるからやってるわけじゃない、お客様が喜んでくれるからやってるわけよ、嫌でしょ汚い水飛び散らばってティッシュとかカスがバーってなってるようなとこは、だったかいですよ、やっぱ掃除、だから掃除をエクササイズにすると多分ええと思う、うん、割と確かにしんどいですからね、あれ。そう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 。割と。で、精神、心が鍛えられんのよ、掃除っていうのは。わかる？だからものすごく掃除大事だから。それ、時間的に決まってるんですか？いやいや、一日中掃除する。一日中。なんか作業もしながら、いろんなこともね。作業もしながら、あと、その、あの、いろんな管理のこともしながら、掃除もありだけばなって。だから、基本的に掃除っていうのは、まあ、お家の掃除は別よ、うん、自分の自宅の掃除なんかその何ていうの一日中するわけじゃないや、もう一日1回とか3日に1回でもいいわけ、綺麗だったらね汚れたとこやる、ただお客様が来るような店舗の掃除っていうのは、うん、いつやるのっていうんじゃないのよ、汚れた都度やらないといけない、うん、なるほど、で掃除をすることによって、じゃあ俺あのスタッフさんもそうなんだけど目利きができるようになってくるね、目の行くところ、はあはあ、だからこれをやってほしい、あれをやりなさい、これをやろうとしてるとみんなここばっか見るのよ、はい、全体を見れなくなるのよ、で掃除のものすごくいいところは全体をこう見れるようになっていくわけよ、じゃあお客さんの顔色であったりとかどういう思いであるとか、これ掃除にも通じてるんで、今日めちゃええ内容やろこれ、
ちょっとテーマを決めましょう。そう、はい、本当本当にちょっと考えてね、はい、いやだからその運動、あなた運動から攻めてきたよ、運動してますから、運動から掃除を持ってくる俺のこの素晴らしさよ。素晴らしいですねこれはね、いいですね、うん、本当にだから、本当に1日2時間、ね、その運動するぐらいだったら掃除せえと手にするんだったらね、家もあなたの会社もあなたの店舗も店舗やってるんだったらね、もう掃除しなさいと、もうそれで十分、確かにね、掃除大事ですね、大事大事、だから俺いつもあなた商談来るでしょ、俺の、あれこれ、あれ新しいの出ました、これだ、わけのわからんもんばっかり売りに来るでしょ、あと俺、そっと立てて掃除してるの知ってるでしょ、いつも。ちょっと言ってますね。でもちょあれ掃除しに行ってんねんね、間に。止まってるけど。掃除する。だからまとめとしては、俺がまとめるけど、はいはいはい、掃除がものすごく大事で、それをエクササイズにしなさいと。で、これさっきこの前回のあれと一緒に習慣、習慣化してしまいなさいと。そうですね。だから、ちょっと掃除すると言ったら、ちょっとまあ、嫌なという感じがするかもわからんけども、しない、だからそういうプラス思考でによって掃除することによってみんなのこう全体的な雰囲気もわかるし、綺麗になることによって、まあ、従業員の方も、ね、喜んでもらえると。だから俺の仕事なんてあそこのああいう機会なんか俺掃除婦やから、あなるほど、掃除のおっさんやぐらいにしか思われてないから、それだけど、まあ、もうそれはいいかもね、でも確かに、ね、そうそう、だからもう本当に何店舗も作っていって、ここもそうだけど、それはちょっと私も気がついてなかったですね、何店舗もあっても俺も掃除、俺も将来も例えば20店舗30店舗あっても俺は掃除で回っていくから、俺は掃除しに行くから、ああ掃除のおっちゃん来たなみたいな。なるほど、だものすごく大事ね、大事ですね、大事大事、うん、これできなかったら何もできない、やっぱり気持ちは確かにすっきりするしね、確かに、ね、うん、やっぱ心が整う、整うってことだ、だから家の中でもそれごちゃ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 、なんかあなたの前回の話でそのメモもそうよ、ごちゃごちゃごちゃやってても何もクリエイティブにはなれないんで、やっぱりリセットするっていう意味合い、綺麗にとったら湧いてきますからね。今日のテーマは掃除をエクササイズにしなさいと。なるほど、そしたらあなたの得が訪れる、ビジネスもうまくいきますよと。素晴らしいですね、なかなかこう、言えない言葉ですね。いや当たり前のことよ、当たり前、当然当然、俺があのジャパンなんかも弁当で掃除するから、ジャパン知ってる？知ってる？まあまあこれ関東の人知らんけど、大阪だけなんか知らんけど、ジャパンしてるディスカウントし、あそこの俺トイレ掃除しょっちゅうするもん、汚いからあれ、近くにあるんですよ、もうなくなったとこもあるけど、ジャパンって汚いんよ、ものすごく、俺2、3回したかな、で店長にあのものすごくありがとうございます。だからまあ店に行ってトイレを見たら分かるということですね。そのもうトイレ連れてものすごく大事やな、トイレ。まあなあ、ディスカウントショップとか大きなスーパーマーケットってちょっと難しいか分かるけど、まあ飲食店とかね、この小さい店舗も大事な掃除や、まあここ買ってやん、せっかくまとめて終わってんのにまだあんた追撃してる。はい、はい、まとめ、まあ、習慣の続きとしてですね、トイレの掃除、これ大事だと思います。トイレだけじゃなし、全部ね、はい、心も捉えるビジネスの場合には掃除が大事、それを掃除をエクササイズにしなさい、掃除をエクササイズにしなさいと、はい、しなさいとね、それが一番、はい、わかりました、はい、じゃあ、ありがとうございました、はい、何や今日はありがとうございます、それそういう心がないお、どうも、ありがとうございました。はい、さよなら。そうですね。はい。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。